マッシュー・エブデンは、オーストラリアの男子プロテニス選手。南アフリカ共和国のダーバン出身で、パースに在住している。2013年全豪オープン混合ダブルスである、ミラガイド・ソバと組優勝を果たした。まだ、ATP ツアーでのシングルスの勝利はないがダブルスで4勝を、挙げている。自己最高ランキングは、シングルス39位、ダブルス57位。 身長1 8 8トル、体重7 8ラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。5歳でテニスを始める。2006年にプロ転向。2013年全豪オープン混合ダブルスでやるミラガイドそばと組優勝を果たした。シングルスは2017年のテニス伝道選手権で初めて決勝進出を果たすも、ジョン・イスナーに3から6。 6から7で敗れた。2018年ウィンブルドン選手権では1回戦で、第10シードのダビドゴフィンに勝利し、グランドスラムで初めて3回戦に進出。大会後の世界ランキングで43位となり、30歳でトップ50入りを果たす。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。